ハーゴビング・コラナは、アメリカ合衆国の分子生物学者、インドのパンジャブ地方を生まれ、遺伝暗号の翻訳とタンパク質合成の研究で、ロバート・ W ・ホリー、マーシャル・ニーレンバーグと共に1968年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。また同年マーシャル・ニーレンバーグと共に、コロンビア大学より、ルイザグロス・ホロウィッツ賞を受賞している。 彼は1966年にアメリカ合衆国に帰化し、マサチューセッツ州ケンブリッジに住み、マサチューセッツ工科大学にて晩年まで勤務した。コラーナは当時イギリス領インド帝国であったパキスタンの貧しい村で生まれた。父親はこの村の税務署員だった。彼は父親から家庭で教育を受け、後にムルタイ高校に入学した。 ラホールのパンジャブ大学で1943年に学士号、1945年に修士号を取得した。1945年にリバプール大学に移り、1948年に博士号を取得すると、1948年から1949年にかけてチューリッヒでポスドク研究を行った。続く2年間をケンブリッジで過ごし、 タンパク質や核酸に研究の興味が移っていった。1952年からはブリティッシュコロンビア大学に通い、1960年にウィスコンシン大学マディソン校に移った。その後、彼はマサチューセッツ工科大学の教授となり、スクリプス研究所の理事となり、晩年まで務めた。2011年11月9日、アメリカ合衆国マサチューセッツ州で死去。 89歳坊主。コラーナは1952年にスイス出身のエスター・エリザベス・シュブラーと結婚した。1953年5月4日には長女のジュリア・エリザベス。1954年10月18日には次女のエミリアン。1958年7月26日には長男のデイブロイが生まれた。二つの延期が 交互に繰り返した RNA は2種類のアミノ酸を与える。この事実とニーレンバーグトレガー,ーの実験によって、クワ、セリンを、クックは、ロイシンをコードしていることが分かった。また、3つの塩基が交互に繰り返した RNA は3種類のアミノ酸を与える。UAG、ウア、ウガという配列を含む4つの塩基が交互に繰り返した RNA は ジペプチドかトリペプチドしか与えない。このことから UAG、UA、u g ガはストップコドンであることがわかる。これらの実験結果によってコラーナラはすべての生物に共通する遺伝暗号は塩基3文字ずつの言葉で書かれていることを明らかにした。この業績でコラーナラは1968年12月12日にノーベル賞を受賞した。コラーナはまた 世界で最初にオリゴヌクレオチドを合成した人物でもあり、最初に DNA リガーゼを単理した人物でもある。これらの方法を用いた人工オリゴヌクレオチドは世界中の研究室でシークエンスやクローニングに使われている。コラーノの発明は自動化、商業化され、そのおかげで今では誰でも欲しい配列のオリゴヌクレオチドを様々な会社から買うことができる。 コラーナは出身地のパンジャブ地方では非常に有名であり若い頃の彼に関する小話は高校生のレベルから教えられている彼は博士号を取ってからパンジャブで教育職か研究職を探していたがコネがなかったためその名声に反して職が得られなかったという話であるこの小話はパンジャブ地方では伝説となっている次のような一文で終わる コラーナさん、私たちはあなたに職を与えようと、事例を書くところでした。しかしちょうどその時、大臣が自分の老いを推薦してきて、コラーナはこれを聞いて、すぐにリバプールに移り、二度とパンジャブに戻ってくることはなかった。ゴボンド・コーラナ、MIT プロフェッサー・エメリタス、大豆アット89マサチューセッツ工科大学、MIT ニュース2011年11月10日、 ありがとうございます。